タイタン・アイは、アメリカ合衆国が開発した初の多弾式、大陸間弾道ミサイルである。アメリカ空軍で運用された、アトラスと、並び合い c b m としては最初期のものである。後に衛星打ち上げ用のタイタンロケットシリーズに、発展した。アトラスミサイルとの並行開発であり、アトラス開発の保険として1955年1月より、開発開始された。 当初記号は爆撃機系統の XB-68。後に SM-68 を経て HGM-25A に変更されている。初引っこは1959年2月6日。識別番号の XB-68 は当初マーティン社で設計段階で中止された超音速爆撃機に使用されていた。空軍が タイタン計画を打ち出した目的は二つあり、一つ目は、アトラスが失敗した場合の代替機として、二つ目がより、大型の長射程の二段式のミサイルで、人工衛星の打ち上げも視野に入れたより大型の、ペイロードも、同様に打ち上げられるようにすることである。グレーンエル・マーティン・カンパニーによって生産された、タイタン・アイは、液体燃料、ロケットエンジンを用いた二段式ミサイルであり、 タイタンシリーズで唯一酸化剤には液体酸素、燃料にはケロシンを用いている。あとのタイタンシリーズはすべて常温で貯蔵可能な推進剤を使用している。タイタン I はアトラスミサイルと同様に RP-1 と打ち上げ前に地下の貯蔵タンクから注入される液体酸素を燃焼する。タイタン I の一段目は30万ポンドの水力を生み出し、 二段目は八万ポンドの水力を生み出した。ミサイルの追尾、誘導修正については、完成誘導システムを有さず、外部からの無線誘導を必要とした。そのため、タイタン・アイは、三機の発射機を組みにし運用していたが、誘導修正のため、同時に一発ずつしか発射できなかった。配備基地には生存性を高めるため、ミサイルサイロが設置された。タイタン・アイは、 サイロ方式で配備される初めてのミサイルであった。ミサイルは地下に垂直に置かれ格納されており、発射直前に推進材を充填、エレベーターにより地上へと延直に移動し、それから発射が行われる。燃料充填や移動など発射までには約15分かかり、速応性は高くないほか、発射直前にはミサイルが地上に露出し、防御にも問題があった。 単弾頭ミサイルであり、弾頭にはマーク4再突入体が用いられ、W38 核弾頭が搭載された。完成誘導システムがミサイルに搭載されるようになったのは、後で開発されたアトラス E ミサイルからである。アトラスシリーズは第1世代の ICBM で、タイタン2は、タイタン8は対照的に第2世代である。 タイタンアイに発射後、あらかじめ入力した標的に自律的に向かっていく、完成誘導装置を搭載する計画があった。タイタンアイは、初の真の多段式設計でもあった。アトラスは、エンジンの信頼性のために発射時すべてのエンジンに、点火したが、タイタンアイは二段目のエンジンの信頼性が、十分だったので一段目を切り離した後で点火した。 タイタンアイは2段目の点火前に1段目を放棄するので依然、アトラスに搭載される燃料の方が多かったにも、かかわらず、到達距離はアトラスよりも大幅に増えた。そして2段目の燃料の重量あたりの距離も大幅に増えた。1962年より、アメリカ合衆国本土中西部から西部にかけてのアメリカ空軍基地で配備につけられた。 5カ所の空軍基地の6個戦略ミサイル中隊が運用を行った。各戦略ミサイル中隊は9機のミサイルを有し、うち3機を即応状態に置いていた。燃料の貯蔵保管やサイロ内からの発射など、即応性に優れたタイタンーやミニットマンアイの配備に伴い、1965年には退役している。ありがとうございます。